ータ・トリニータは、2-1 で徳島ヴォルティスを下して、開幕白星を飾った、J1 だった21年の開幕戦で引き分けだった相手にリベンジした、0対0の後半5分。4年目の MF 野村直樹、31、が、19年に所属した古巣相手に先制パンチを見舞った。シュートのこぼれ球を拾い、複数の相手守備を巧みなボールさばきでかわして、左足で決めた、後半44分に追いつかれた。だが、諦めない。同31分に途中出場したプロ3年目の FW 宇都本慎也、22、が J リーグ初ゴールで勝負を決めた。右 CK の混戦から、味方のヒールキックで出たボールを押し込み、自分のところにこぼれるかなと思っていたら、吸い込まれてきたので、あとはゴールを決めるだけでした、と声を弾ませた。特にこの日は、宇都本やリーグデビュー戦となった20歳の GK 西川幸之助らが躍動。就任2年目の下平隆弘監督、51、は、全体的に若返ってますし、フレッシュな選手含めて力になってくれていると若手を称えた。昨季は新型コロナウイルス感染のクラスターの影響で開幕戦が延期になるなど5戦未勝利と出遅れた。だが今季はコンディションも万全で攻守一丸で好スタートを切った。昨季7得点の FW 小谷浩と主将を務めた MF 下田北斗、 DF 三沢優斗ら主力が多く抜けたが、戦力ダウン予想も吹き飛ばした、菊川浩一。